皆さんは加藤純一という伝説の男を知ってますか？加藤純一という男は僕が本当に最も尊敬している男であり、僕は彼が世界で一番面白いと思ってます。まあそんな、まあ加藤さんが、今回ね、まあいろんな、まあみんなも言うまでもないけど、このね、動画にたどり着いてくれてる時点で、まあみんなもご存知だと思うんで、まあ今回は別にあえてね、そう何があったとかはもう言わないんですけど、まあその件に関して、まあ僕は、まあ加藤純一さんのファンのことをね、まあエモンとか言ったりもするんですけど、まあ、エモン歴、5、6年なんですよ。僕が中学生の時からずっとファンで見てるので、まあ本当に、そうですね、それこそ昔だと、ニコニコ動画とかを 3DS とかで、まあ、見てたりもしたし、そのうんこちゃんをね、尖ってる時代、うんこちゃん時代から、まあ、見てました。まあそんな僕から、まあ一つだけちょっと言わせていただくと、まあ今回の、まあ件、まあ本当に、一、エモンとして、まあ、全然ザレ事だと思って聞いていただいていいんですけど、まあ、だいぶ、加藤純一さんって今マイルドになってるんですよ。そもそも、その彼のスタンスっていうのは、もう誰も、他の追随を寄せ付けないような、毒舌中の毒舌スタイルで、まあ、そうですね、まず、女はもう敵。いわゆる、その女は家事だけしてろ、みたいな。もう飯作れねえ女は、もう女じゃねえとか、もうそんなような発言もしてましたし。まあ、今でもそのコメント欄の風潮って、まあ、残ってると思うんですけど、彼のコメント欄って唯一、この、いろんな界隈がある中で、加藤純一さんのコメント欄は唯一人の死をバカにしていいコメント欄だったんですよ。まあそれをね、本人が言ってたんですけど、唯一ここではもう何をしてても許されるっていう、もう犯罪をしてようが、もう何をしてても許される、それが加藤純一の配信だったんですよ。まあ、昔ももちろんそんな人、まあいたっちゃいたけど、まあ彼ほど尖ってる人ってなかなかいなかったし、今なんてもっとじゃないですか。いるわけないじゃないですか、そんな人ね。女は飯だけ作ってるなんですね。そんなことを言ったらもう、叩かれてしょうがない世の中じゃないですか。ただやっぱり、そういう、なんだろう、こう、ズバッと物を言う、加藤純一さんに、こう、魅力を感じてる人がいるからこそ、まあ、視聴者も、まあ、いっぱいつくわけなんですよね。まあ、そういう属性の、まあ、視聴者がつくわけですよ。まあ、僕もその視聴者であるし、雑談配信も、ポケモン配信も、まあ、見てました。まあ、これを踏まえて、結局何が僕が言いたいかっていうと、加藤純一って、そういう男でしょって僕はずっと逆に思ってたんですよ。今、配信スタイルは、こう若干変わって、まあ、ね、照り焼きバーガーの紹介したりとか、月見バーガーの紹介したりとか、日本で一番美味しいポテトチップスの紹介したりとかね、相席食堂とかやったりとか、割とこう、どっちかって言ったら、こう、新規獲得につながるような、企画もやってたり、最近だと禁煙をね、始めたりとか、だいぶ、こう、マイルドになってはいるけど、結局僕の中の、加藤純一さんは、まあ、うんこちゃん時代というか、あの時の加藤純一さんからずっと変わってないんですよ。だし、別に性格も、まあ、そりゃね、こう、年を取るにつれて、もちろんその21歳とかに比べたら、それは尖りはさ、まあ、先端がもうだいぶ悪くなってますけど、にしても、でも結局加藤純一っていう男はそういう男でしょって僕はずっと思いながら見てました。だから、今回の事件が、それはもちろん世間的に見ても、いいとは言いませんよ。それはね、それはもちろん良くはないです。まあ、ただ、合ってる間違ってるは、僕は加藤純一さんじゃないし、一視聴者だし、まだまだその加藤純一さんとね、直接、ね、実際のこう配信者のさ、モコウさんとか、そういう、ダソクさんとかさ、ひめしゃかさんとかさ、ああいう付き合いがもちろんね、コクニーとかさ、ああいう深いわけじゃないですよね。関わったこともないし、じゃあお前加藤純一の何を知ってんのって言われたら何も逆に知りません。配信の顔しか知らないし、知らないです。ただ、僕は、加藤純一って男は、欲しいって思ったものは、全部手に入れていく男だと思ってるし、俺についてこれねえの、じゃあお前置いてくわっていう、少なくとも、その、追いつけないなら、じゃあお前置いてくわ。ね、俺に追いついてこれねえなら、じゃあ置いてくわっていうような男だと、僕は認識してます。
の上で今回の騒動で、まあ、エモンだか、ただちょっとチラッとね、こう、稲妻イレブンの配信とかから来た、別にそれが悪いとは言わないですけど、そういう、まあ、割とこう、新規勢の、マイルドな加藤純一さんしか知らない方が多分、いや、加藤純一、ちょっとがっかりだ、みたいなことを言ってると思うんですけど、何も変わらない気がします、僕は。うん、僕もすごくファンで好きだし、何も変わらないですね。加藤純一さんの魅力って結局、むしろそこかなって思ってるし、他とはやっぱ違ってあってほしいって思うし、まあ、だから何回も言うけど、だからといって別にその不倫同行が許されるとか、そこはちょっと僕はわからないし、許されるとも別に思ってないですけど、あくまでもその加藤純一さんがもう終わったなとか、こんなのは俺の知ってる加藤純一じゃないみたいなコメントを、まあ、X とかね、加藤純一さんの切り抜きとかで、ちらほら見かけたので、そこに関しては、僕も一エモンとして、まあ、言わせていただくんだったら、いやいやいや、それは、違くないって思いました。加藤純一ってそういう男でしょ、そういうスタンスの男でしょって僕は思ってます。まあ、僕は一エモンとしてこんなところで加藤純一っていうコンテンツを終わらせてほしくないなって思うし、視聴者に媚びて、スタンスを崩してほしいとも思わないし、今まで通りの、うんこちゃんを僕は見たいなって思ってます。はい、ということで、まあ、僕は、加藤純一さんの家族でもないし、親戚でもないし、話したこともないし、友達でもないですし、ただの皆さんと同じエモンですけど、一エモンとして、今回は語らせていただきました。ただの、一般通過エモンのザレ言だと思って、聞いていただけたら嬉しいです。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。